はい、おはようございます。炭酸生態のアンジェです。今日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。今回も炭酸生態のですね、効果実証済みのコンテンツをあなたに提供していきたいと思います。はい、ですね、今日は首こり肩こりの対策っていうことでお話ししていきたいと思います。はい、これはですね、冬場だけじゃなくてもですね、夏場でもよくあるお話じゃないですか。首こり肩こりで、特にこの冬場はですね、やはりそのここら辺ってノーガードじゃないですか。シャツ長袖着たりとか、ズボンも長ズボン履いたりとか、コート羽織るけど、ここと顔は、マスクしてないし、マフラーしてない方と今多いじゃないですか。マスクなんていないですね、マスクマン以外は。はい、顔はほぼノーガードだと思うんですけども、僕はですね、ネックウォーマーいうのをするんですね。なぜならですね、首が凝るともう頭痛とか出るからです。なるべくなら僕はマフラーとかネックウォーマーをするタイプなんですけど、やっぱりしない人もいてるんですね。ちょっと見た目がちょっと嫌だとか、ちょっと恥ずかしいとか、ちょっとモコモコして気持ち悪いとか、いろいろそんな理由があるんですけど、この対策っていうのはですね、まず温める、失敗しました。ひらがなで書いちゃった。温めるね、まず温めないと意味じゃ始まらないです。このお話の流れでいくと、言えばですね、逆に冷やしたらあかんに決まってるじゃないですか。冷やすときはですね、その急性的な打撲であったりとかを冷やしてくださいね。例えば、サッカーの試合とかでバーンぶつかって痛っていう時は冷やすとか、肉離れも冷やすとかあるじゃないですか。そういう時は冷やすで結構なんですけど、あとは僕はですね、ほとんど温めるっていうお話をしています。で、どうやって温めれるのって言ったら、マフラーとかホットパッドとかいろいろあるんですけど、僕はですね、これです。スポーツ選手にもちょっとお話してるんですけども、結構アイシングするっていうのもあるじゃないですか。体のその筋肉の熱を冷ますためにアイシングしてクールダウンするとかいろいろあると思うんですね。でも僕はですね、この炭酸スプレーっていうのは、冷たいです。冷たい言うてもですね、そんなマイナスとかの世界じゃないですよ。ただ常温15度ぐらいなんですけども、かけてヒヤッとするわけじゃないんですけど、かけてちょっと冷たい感覚とプラス炭酸が入ってることによって血行良くなるんですね。血行が良くなる、ね、さっきの動画ではですね、いろいろ血液とか血流とか血行とか書いてあるんですけど、これにします。血行が良くなる。あ、間違えた、またひらがなで書いてた、ひらがなで書いちゃいました。で、良くなるんですよ。血行良くなるとどうなるかというとですね、血の巡りが良くなるっていうことは、ポカポカするっていうことなんですね。暖かくなるんですよ。で、暖かくなったらどうなるかというとですね、筋肉が、こう硬くなっている、例えば血が流れてなかったら、カチカチになっちゃうんですね。必要な栄養素がいかない分動かなくなるんですよ。で、血液が流れ出すと動き出してきてほぐれてくるんですね。で、その時に施術をするからめちゃめちゃ効くんですよ。で、僕ですね、この僕の施術整体来てほしいとかじゃなくて、もし言えばセルフケアとかね、自分のお家でなんかこうなんとか自分でやりたいっていう方が絶対ほとんどの方がそうなんです。で、このスプレーを1本買って、他のやつでもいいんですよ。いつも言ってますけど、他のものでもいいんですけど、この1本でなんとか自分の体をですね、ケアできたらめちゃめちゃいいじゃないですか。だってこれ1本3000円ですけど、1ヶ月1本で1日100円ですか。 100×30 で3000円ですね。1日100円とかで考えたらですね、めちゃめちゃ体得じゃないですか。で、お肌もツルツルになるし、お肌美肌効果もあるんですね。もうこれめちゃめちゃいいじゃないですか。美肌ね、で若返りですよ。前も前の動画で言いましたっけ、若返る。ね。若返る。またひらがなで書いた。ね。老化を徹底的に防ごうというので、この動画も撮りましたけども、こういうですね、この副産物までゲットできるんですね。僕はだから、首こり肩こりの方は、施術に来てくださってる方、来てくださってない方にも全ての方にこれを、おすすめしています。いえば血液よくしてたら施術来る頻度も減りますし、これをかけてるとですね、美肌アンチエンジングで若返る効果もありますよと。で、僕もですね、これ自分のマイ炭酸スプレーなんですけども、こう顔にかけてですね、こうシャキッとするわけじゃないですか。で、要は、寒くなると顔も
血行悪くなるんですよ。皮も血行悪くなる。だから常にこうやって炭酸をかけておけばですね、常にこう笑顔に入れるじゃないですか。体、この表情筋っていうのを使ってですね、やっぱりこう人間笑顔でいないとですね、いいものがやってこないんですよ。常に僕は笑って、笑顔でこう常に笑ってですね、こういいものをね、心の何ですか、心から喜ぶっていうんですか、そういうものを僕は意識しております。なのでそのためにもこれはね、必需品となってます。もしあなたもですね、首こり肩こりの対策でこれを使ったら、言えば美肌とか若返り、あとはですね、自分の顔、素敵な笑顔が作れると思いますので、ぜひですね、やってみてください。はい、まあ、こんな感じですね、ちょっと話が脱線しましたけども、首こり肩こりの対策としては炭酸スプレーという、ツールも一つおすすめです。またですね、次回お会いしましょう。さよなら。今日もですね、最後まで動画を見ていただき本当にありがとうございました。今回の動画がですね、良かったとかためになったっていう、思われた方は、いいねのボタンをお願いしたいと思います。またですね、たくさんのですね、有益な情報を配信していますので、こちらの方にですね、登録ボタンを用意しておりますので、ぜひですね、登録をしてください。よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。さよなら。